おはようございます。すっかり、夜が明けてしまいました。今日動画を撮ったのはね、マサルオーナーさんのさ、秘話をどんな状況だったのかと思って、今日夜中すべて処理しました。まあやっと出来上がったところです。その全貌をね、本人さんがどんな琵琶が取れたんだろうと思ってるんで、それをちょっと今すべてね処理が終わったんでね、それを見ていただこうかなと思っております。じゃあちょっとどのようなものができたかちょっと見てみましょうかね。マサルさんのこれが木ですよね。正直言いますと、じゃあこの1年間のね、マサルの木を評価しますと、そうだな、私的に考えると、やっぱり 60% だな、もうちょっと大きいのを期待したんだけどさ、ちょっと小粒かなと思います。糖度の方はもう主分はないんですけどね、そんな感じがしますね。ちょっと考えさせられたかなという感じがします。5月12日、吉田剛一さんの琵琶の収穫状況を報告いたしたいと思います。では剛一さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、こんにちは、どうも、ご無沙汰しております。今収穫時期で忙しい中、いろいろ取材受けておりますが、なんとか喋ってみます。はい、どうぞ。はい、現在どれぐらいの収穫パーセントいきましたですか？ちょっと雨でね、前も言ったから4割5分、半分いったかいかないぐらい。ああ、そうですか。いったかいかないぐらいだな。ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。それから、この間の私の方にいただいた、マサハヌの琵琶の木の集客状況について、60% だと、60点だというふうに、かなり厳しく、採点していたようですけれども、改めてどうでした？どうですか？改めてどう思います？そうだね、確かに、ちょっと期待したよりも小粒だったかなと思いますね、大きいのが欲しかったんだけども、こればっかしはね、なかなか言うだけでもね、いろいろ勉強になりましたよ、それを来年は生かしたいなと思いますね、はい。でも糖度的にはね、非常に良かったんで、自分が納得いく糖度が出てくれたんで、それだけはありがたですね。はい、ありがとうございます。他のビアの方の収穫状況と言いますかね、そのあたりの実感、去年と比べてどういうふうに感じてます？そうですね、もう去年とすると、私の場合は、倍近く良くなったと思いますけどね、なぜならば、まあ、こうやってね、兄弟がみんな集まってくれてね、協力してもらってるんで、
去年は確かに俺夏だよりも出荷できなかったもんで、今年は少なかれ、出荷できてますんで、その分だけやはりみんなの応援があってのこそのものだと思うんで、これはもう感謝感謝ですね。皆さん揃ってね、食事とかいろいろ作業されてる姿を見ると、本当に微笑ましいというか、羨ましいというか、楽しそうで。やっぱり、みんな揃うといいもんだなと思いますね。そうだよね、もう。はい、どうぞ。はい、マチコ様でございます。今年はいろいろお手伝いありがとうございます。昨年と今年と、どういうふうに、違い感じてます？違い？あらー。違う、去年と今年と どこが違うかって。いや、今年はね、私がね、仕事に行き出したもんですからお手伝いしてないんですよ。だからね、私は食事担当に回りまして、休みの時にこうして要するに、ね、食事を配達するっていう、そういう仕事に今回はやりました。あ、そうですか。ここはね、際のために一年中おろうと思ったんですけれど、たかが 2,3 週間のために1年間は棒に触れないという、そういうことでね。ゴイ、はい、ちゃんに聞いたんですけども、一生懸命営業の方もやっていただいてるようで。本当はね、リアカーで売りに行きたいところなんですけど。あ、そうですよね。私もそうやりたかった。今回は初めて、どうぞ皆さん召し上がってくださいって職場の人にあげたら、その中の一人の人が、わあ嬉しいって、こんな人送ってくださいということでね、埼玉、大阪、奈良、福岡、地方を始めて、すごいすごい。だからね、商売っていうのはずっとやっとかないといけないですね。そう金はいつ実るかわからないなと思って。本当ですね。ありがとうございます。肉体に夢中ってでしょうけど、いろいろお手伝いしていただきまして本当にありがとうございます。楽しいですか？楽しいです。でもね、見てると楽しそう。楽しいよ。もう正直言って初めてね、こっちのね、応援に来てね、嬉しくてしょうがないよ。いいね。これから先ね、もうね、もうあれだよ、日がもうね、どんどん良くなってる。ね、本当ですよね。夏だよ、なんちゅうな、もう絶好調の日だよ。はい。いや、もう私も行きたかったんですけどね、コロナの関係で行けなくてですね。また次回皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。このチャンネルを見てる皆さん、いかがでしょうか。コロナもいろいろね、苦慮して大変な時でありますが、私どもは元気でやっております。皆さんもお元気で頑張りましょう。そしたら今日はこの辺で終わります。お疲れ。ブラボー。